紹介するシューズはこちらです、はい、アシックスのメタスピードスカイ、はいプラス、はい、ボコって盛り上がったところですね。よりこうバウンドがもらいたい人は、皆さんこんにちは。こんにちは。ラントリップ代表の大森です、はい。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。はい、藤原さんよろしくお願いします。はい、ということでね、今回、ご紹介するシューズはこちらです。はい、アシックスのメタスピードスカイプラス。はい。はい、ということでね、うん、メタスピードスカイの最新版プラスということですけれども、うんうんはい、藤原さんぜひこちらの方よろしくお願いします。もうマラガで入ってきたからいいんじゃないですか、はい、もう説明不要な感じがします、ね、そう僕はねちょっと 何本かやらせてもらっちゃってるんですけど、はいはい、これ藤原さんの意見聞きたいって方多いと思います、はいはいはい、そうですね。これねどれを選ぼうかっていう方は、はい、あのまずですね冷静になっていただいて、うん、基本的にですね、はい、スカイ、はい、ねありましたね前作ねプラスですからプラスですから、はいこっちも残りますから2じゃないからねはい2じゃないです、はい、こっちも残りますだから、はい、まず最初にこう言っといた方がいいのかなあれですよねメタタイムトレイル、はいね、全国大会あります、はい、全国でやりますよねやりますね、うん、これからだからこれ履ける機会が増えますので、はい、エッジもエッジもね、はい、エッジプラスも履ける機会が増えますので、はい、ぜひ履いていただきたい、はい、出場していただきたい僕、うん、バーチャルあのね関東予選が平塚選手権の人と全く同じなんですよ、うん、おーそうなんですねだから僕はねバーチャルで参加しますバーチャルも参加できるバーチャル参加もね、うん、できますね全国大会に行くと、はい素敵なプレゼントもある、ね、あるみたいですね、うん、9月に全国大会があるということですね、まあ、そうなんですよね、うんはい、そう僕はバーチャルで出るんですけど、はいはい、じゃあプラスなんですよはいはい、はい、だからスカイが気に入ってた人、はい、何が何でもプラスにする必要が僕はあるのかなと思います正直言って僕も大森さんもスカイが気に入ってます、はい これね、これやばいですねこれが一番近いのです引き続きやばいです、うん、あの僕忖度抜きに、はいおそらく次のレースはスカイを履きますレースっていうのはフルフル、はい、僕のフル、ねまあうん、ハーフはもう一回走ったんですけど、うん、感触良くて、うんうん、ベーパーフライとかその他の、はい、あの厚底ではなくて、はい、僕これスカイ履きたいんですね、うん、気に入ってます、うんうん、あのねやっぱり一番助力感があって僕はこう、はい、頑張らなくても前に進んでる感じがあるんですよ、うん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 、でこれプラスです、はい、で今回何が変わったかというとですね、うん、まあちょっとエッジが手元にないんですがこの横のですね、うんはいボコって盛り上がったところですね、はいはいはい、ここのシェイプ下の層に入っていくのがエッジですプレートが、プレートがね、はい、こう下のこっち側に入ってるっていうことですね、うん、で今度上の層にフラットに入ったのがプラスなんですね、はいはい、なるほどより素材をこう仮想にっていうことで、うんうん、あのストライドで走ってるんで、はい、こうバウンドをもらっていくという発想で、うんうん、ここに 厚みがある、うん、素材の厚みがあるってことですね、うんうんうんはい、エッジの方はですね、うん、プラス 16%あの FF グラスそうなんですよね、はいはい、だからエッジは僕は2だと思うんですけどいやエッジはそうかプラスではなくてもはや2なんじゃないかな、ねうん、スカイはスカイプラスはまあやっぱりプラスで 4% 増量、はい、4% 増量、うんうん、であのプレートが上に入ってきたということなんですね、はい、でよりこうバウンドがもらいたい人はスカイプラス、うんうんうん、確実にここにあの接地感というよりもバウンドがあります、はいはいはい、少しこう厚底っぽい感じになったのこちらプラス、ね、プラスなんですけど、プレートがですねより地面に近い感じ で、はいこっち側ではい、現エッジと同じになっていくスタイルで、はい、かつ、うん、あのスタックハイトはエッジよりもあるスタイルになってるスカイは、うんうんうん、自分の足の下のフィーリングがこう柔らかいなるほどなるほどなるほど、うん、だからまあもうちょっと使うと慣れてくるのかもしれないですけど僕はどっちかというと今こっちかなと思うんですね、はいはいはい、これでね5キロ2回走ったんですけど、はいはいはい、スカイと同じようにですね、うんこうどこでついたら助力感がもらえるかなって位置を探すのがレースになります、うん、一生懸命しながらなるほどもうただ頑張るんじゃなくて、うんうん、あどこでつこうかなどこでついたら楽になるかなってつけたらそこをずっと頑張ってつくのがレースになるんですねこのシューズも全く同じで、はい、あのおじさんの割には走れましたよ、はい、なるほどあの両方とも16分台で走れたんですけど16分台ですよ、はいうん、気持ちよく走れてすごい、はい、すごくあのやっぱりフォームが増えた感じがあるので、はい接地感よりもやっぱり柔らかさを少しこうボトムに感じるこちらの方がね割と全体的にはあのソール全体でこう柔らかさを感じる感じでしたけど全速まで感じますねなるほどね、はい、バランスはこっちのスカイの方がいいけれどもいい、はい推進という意味で言うとですねパワーが出るっていう感覚だと、はいですね、プラスっていう感じですかね、うん、はいなるほどだからまあこちらあの気に入ってて、はい、こちらも履いてあこっちがいいっていう人もいるし、うん、僕らみたいにこっち履いて、うん、あこっちもいいっていう人もいると思うんですよ ね、そうですねだから、ね、大会に出てくださいメタタイムトライアル ね履いてみ て、ね、履いてみてうんそう判断したりプラスですから、はい、どっちかを選んでくださいっていうイメージだとアシックスは思うんですよ ね、そうですね確かに、うん
なんか場合によっては短い距離こっちとか、そうですね、長い距離はこっちみたいな考え方もあるかななんて思ったりもしますよね。いいと思いますね。今回アッパーとか、まあ、そのフィット感みたいな観点で言うとどんなアップデートがありましたか？はい、あ、そうですね、これね、皆さんもそう思った方もいると思うんですけど、やっぱりちょっと長さが難しかったじゃないですか、はいはいはい、前回やっぱり サイズが、はい、サイズ感がね、やっぱかかとがすごく追ってまして、すごく、はい、もう こう見てもこんなに追ってますので、はいはい、今回それが少しこう、ボコッとこう盛り上がる形に変わってはいるんですけど、うんうんうん、僕はあんまりサイズ感は変わらなかったですね。変わらない、なるほど、はい、ちょっと悩みます、はい、だからサイズはぜひネットクリックじゃなくて入ってもらいたい、そして走ってもらいたい、ちゃんと自分のペースで、はい、うん、それで決めていただいたらいいと思いますね、うんうん、僕だからあくまで選択肢で考えていただきたいなと思ってます、はい、なるほど、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ということで今回ねご紹介いただきましたのはアシックスのメタスピードスカイプラスということですが、うん、お値段に関しては価格が税込みの 27,500円、末置きですね、末置き、末置きですね、そうですね、うん、はい、ですので、まあ、シューズの詳細に関しては概要欄にも入っておりますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしますのでどうぞお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、はい、さよなら。